はい。どうも、達也です。いやー、すいません。ちょっとね、もうすでに、画面上で、以前よりもね、だいぶ違う点が映ってると思うんですけれども、まず、ちょっと久々なんだよね。この動画をまず撮ってるのこと自体が、久々なので、ちょっと何とも言えないんですけれども、ちょっとね、実生活の方でいろいろありまして、いろいろありましてって、いや、まあそんな大したことはないんですけど、ちょっとね、胃に、ストレスで胃に穴が開いて、救急車で運ばれるっていうぐらいのことしかなかったんですけど、まあそれは置いといて、そうですね、先ほど見てもらったように、もう180日目行ってます。はい。デイ180です。そして、ちょっと皆さんに説明しないといけないのが、あの後というか、皆さんからしたらどの辺から、今、ここに繋がっているのかがわからないんですけれども、まあ、とりあえずですね、一旦前回の動画の続きを見てもらってから、そこから、またここに戻ってきます。はい。ちょ、これもう久々すぎて、久々に撮ってるし、で、前回の動画の続きの動画があるのに編集してなくて上げてなかったから、今すごい変な感じになってるんですけど、まあ、とにかく、まあ、そんなにね、前回の続きからは長くないので、ご覧ください。はい。そんな感じです。はい。それでは。はい。おはようございます。というわけで、お腹が空いてるので、ご飯を食べて、水も飲んで、さあ、ジンベエさんもいないかな？ってか、矢を返してほしいんだ、俺は。それはちっちゃいやつか。ジンベエさん多分ね、この辺にいるんだけど、まだちょっと朝方すぎて、水中が暗いっていうね。来てくんないかな？ジンベエさん、俺のこと食ってくんないかな？ちょっとサメ殺しすぎちゃった。サメ殺しすぎて俺の方にもう来なくなるとかある？それ。 そういう能力あるもしかして。ジンベエさん、どこ行った？ダメだな。ジンベエさん襲ってくれないから、ちょっとクレイ探しに戻りましょう。毒ったー。まあもう仕方ない。まあまあ逆にね、もうこれ以上毒になることはないんで。あとはじゃあ、まあもう毒はいいとして、戦闘は避けないといけないな。この沈没船か。この沈没船の周りは僕もうクレイちょっと取ったんですよね。そう。あともうちょいで一周かな。一周しますね。まあ見落としはあるかもしれないですけど、ちょっとね、まあもうパッと見でわかんないのはね、仕方ないと思うんですよね。これは？あ、クレイ来た！ナイス。ちょっと待って、一旦酸素を吸って、これやっぱブレス、ちょっと一旦これ、次の探索からは、あれしよう、ブレスブーストのやつを作っとこう。必要だわ。ましてや水中でもう戦闘していくんだったら、叩いてたら来てくんないかな。ジンベエさん、ジンベエさんないかな。クレイ、いや、マジでクレイに関してはいくらあってもいいからな。まあ他の まあ、おるおる、他の素材も全部そうなんだけど、建築するからね。建築、ちょっと酸素、だってぶっちゃけ建築しないんだったら、多分もう終わってるでしょ、俺多分。もうクリアしてそうだ、このゲーム。だって、そうだよね。ゲームクリアだけをさ、考えるんだったら、そんな、ね、建築なんてしなくて、探索をメインでやっていけば、まあまあまあね、これもね、こういうやっぱオープンワールドのサバイバルゲームの楽しみの一つですから、こうやってね、自分の生活を、自分のね、生活拠点をこう作っていくっていうのもね、一つの楽しみなので。あ、いたいた、いた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 。あ、しかも刺さってる、矢が刺さってる、あの子。
さっきいた子じゃん。最後にさ、ちょっとチラッと見てこようと思ったらさ、いた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 。ちょっと待って、あと何月だ？これさ、もしかして種類によってさ、ちょっと体力高いとかある？ちょっとね、今毒だから自然回復ないので、あんまりダメージを食らいたくないんですよね。まあ、ジンベエさん1匹ぐらいだったら戦えるか。しっかり息継ぎしながら、ちょっと待って、またジンベエさんね、どっか行ったんだと思うんだよね、それね。おっ、え、全然ジンベエさん来てくんないじゃん。え、なに？ジンベエさんは追わないといけない？もしかして。追っかけないといけない？そんな感じ？ちょっと暗くなってるからな。次の日にはもう、一旦、島に戻りたいんだけど。いやー、もう見えなくなってきたな。できた。はい。おーしょ、あ、やった。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。ホエールシャーク、ジンベエさんやっつけたじゃん。やば。え、これ持って帰りたいんだけど。これでも俺の船乗らないよね、多分ね。これうわ、やば、めっちゃ綺麗じゃん。見て、ほら、この反転模様。反転模様っていうのかな、これ。なんていうの、この、やば。ジンベエさんめっちゃ、ぶっちゃけジンベエさんにはダメージ一回も食らってないんだけど。おー、ジンベエさんでかいね。これはラージフィッシュミートでしょ、絶対。なんかサメは全部ラージフィッシュミートじゃないの。おー、というかあれなんだね、サメを倒しても別になんか実績解除されるわけじゃないんだね。これ一応乗せてみる。多分タイガーシャークはもうすでに4、この島だけで4匹倒してるので、まあ、そんなに珍しい魚じゃないと思うんですよね。魚というかサメじゃないと思うんですけど、この子は、これさ、これ乗る？あ、ギリ！いけそう？あ、ちょ、あ、すげえ。これ新たな移動方法じゃない？これ。これで、こう持ってあげたら、ふわーって移動するっていう。ふわーって移動するっていう。ちょっと待って。一旦置いといて、荷物を全部持って、ちょっと今ので向こうまで帰れるかやってみるか。ジンベエさん移動方法みたいな。いや、今だってあの向きだったら帰れてたよね、完全に。向きをこう調節して、でジンベエさんを持ってこれ乗ればブワーってあそこまで行くんじゃない。ダメかな。ちょっと片付けるか。一旦、ちょっとさばいてみますね。タイガーシャーク。これ、ラージフィッシュミートだと思うんだけど、あ、グロス。いらないって。ローハイドはいらないの、もう。ハイド？ちょっと待ってよ。ハイドが2枚。これもハイド？ 3 枚？ハイド3枚か。いらないな。で、おう！ラージフィッシュミート、そうだよね。お、ラージフィッシュミートが2つ。お、3つか。へえ。川さん、ラージミート3か。じゃ、とりあえず全部剥ぎ取っといて、よし、ちょっと箱を全部持って、忘れ物はないね。まあ、あってもすぐ取りに来るんで、ちょっと、ジンベエさん持って、待ってよ。船を、アンカー一回上げて、前に行きます。あ、いいんじゃない？あと飛び乗る、
るだけ。いきますよ。あ、待って、ちょっと待って、君は一回落ち着いて。あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、乗ります。行ってる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 、進んでる進んでる、そっちじゃない、どこ行ってんだお前、どっち行ってんだそれ、ちょっと待って、違う、あっちあっちあっちって、そうそっち、そうちょっとこれ制御がどこ行ってんだ、そう、あっち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 、あーあっちだって。なるほど、ジンペイさんがこのイカダに当たった。あー、ちょっと待って、離しちゃった。オッケーオッケー、分かった、ジンペイさんがイカダに当たって今みたいな挙動するんだね。ちょっと待ってよ、あっちだね、オッケー、もうちょいこれ最強なんじゃない、これ。乗って、ちょっと、俺が言い方をしてんじゃん、こう、いいよ、どうだ、俺を、待って、もうちょっとだから、頑張って、そう、こっち、あー、ちょっと待って、あそこちょ、ホイールチャックがもうめっちゃいるけど、乗せ、おお、そうオッケー、いいよもうちょっとでつくから頑張って、最後までやれる、はい、乗って、もう俺が押してる、最後オッケー、乗ってるってか、もう到着する、はいはい、到着はい、到着した、あ、ダメ、違う、乗せてって、俺の味方よし、到着、よし、まあちょっといろいろあったけど、こういう移動方法もあるっていうね。まあ一応ね、速さ的には最速だよね。やだ、あ、もうイノシシもいるし、もう、あ、そうか、俺道具、まあ、何よりもジンベイさんを持って帰れたっていうね、そう、それがでかいから、よし、あ、おはようございます。というわけで、この島も無事すべての物資を、回収し終えました。まあこの辺の草とかはね、毎回入ってくるんで、もう、無視してるんですけど、で最後に今ね、ちょうどお肉を剥ぎ取って、これを、入れといて、あとは帰るだけです。とちょっとこの皮とかはどっか入れてたんだけど、どこだったかな。もうこの皮さ、皮これ捨てて捨てて、なんかこの市場にこの生の皮を並べるっていうのもね、なんかそんなかっこよくないから、多分並べることないと思うんですよね。でベッドも回収しといて、皮マジで困るな。でしかも多分今後も増えていくでしょ、皮消費されずに増えていくから、皮に関してはあれマジでどうしよう。まあいつかちょっと使い道を考えないとな。で、今回も、案の定というか、このタイヤがあるので、もうモーターボートじゃなくて、このタイヤを動かす動力で、ちょっと待って、それは、アンカーでね、止まってるので、そして船の方も着々とね、広がっていってます。ほら、見て、乗せるとこも、ちょっとね、今ね、縦長になっちゃってるので、そろそろね、ここを埋めたら、次横を広げたいね。そして、これね、これ大事なのは、ここで角度をちゃんと、あそこのね、あの正面の島が、帰る島なんですけど、ちょっと待って、それ。ここね、OK。よし、タイヤ持って飛び乗る。
いきます。はい、押して。あ、タイヤぐらいだとちょうどいい。あいい。あー、ちょっとさ、角度がこっちなわけよ。そう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 、その辺その辺。あー、ちょっと行き過ぎかな。この辺に引っ掛けて。あ、いいよ、いい角度、いい角度に進んでる。俺しゃがんだ方がいいとかある？お、あ、よき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 よ。あー、いい速さも十分。もうちょっとしたらちょっと後ろを振り向きたいですね。あ、いいよいいよ、ほら見てよこのなんか変なところで上手くなってきてんだよな、このやり方。あー、嵐来る？ちょっと待って、一回止めるよ。はい、ほらほら見て、もうほらそこ見える。ちょっとごめんね、角度的に見づらかったかもしれないけど、みんなは。ただあ、ほら、あ、もうプロだわ。あ、やばい、ちょっと待って、これね、ただ本当に微調整がすごい大事っていう。ちょっと待って、あー、そして嵐来ちゃったんで、これ大丈夫、これ横転しない、これもうそろそろどう。あ、もう目の前じゃんOKOKOK あ、こうして、あの燃料とはモーターボートとは何だったのかっていうね、話はあります。そういう、お話は受け付けております。はい、モーターボートとは何だったのか。はいもうモーターボートから、そしてこれ気をつけないといけないのが、これ久々にね、多分これ帰ってきてるので、いるんだよね多分ね。出た。そしてこの謎のね、これ枯れて見えるでしょ、これ枯れて見えてるんだけど、これね、これセーブしてもう一回読み込み直したらこれ復活するんですよ。これ枯れて見えるよね。じゃあ一回セーブしようか。ちょっと待てよ、多分これでお困りの方いらっしゃると思います。はい、こういう時は一回セーブします。これ枯れてますよね、これね。でタイトルに戻って、もう一回コンティニューすると、多分これでなんかね、多分読み込み、いや、てか俺がまずそもそも通常の移動方法で帰ってきてないんで、もしかしたらこれ俺だけの現象なのかもしんない。やばい。そして気づいたらもう98日目なんだね。はいはいはい、帰ってきてますと。で、ほら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 、戻ってる。なんか腐ったやつが落ちてるけど、ちょっとよくわかんないよ。とりあえずこれでたまにあの腐ってる現象は解消されます。はい、なぜかわかんないけど、多分俺が悪さをしてるからだと思います。このあの通常の移動方法で島を渡ってないっていう、いや、ちょっとわかんないな。あの、それはわかんない、他の人はどういう風になってんのかわかんないけど、あ、いるいる、ほら、あー、そして、あー、もういろいろいる。ちょっと待って、いろいろいる、ちょっと待ってね、いろいろいるわ。ほらー、何してんのそれ。タイヤにさあ、まあ、ちょっとあのこの辺は処理しておきます。これもうこれでいいんじゃない、もういいでしょ。あ、やはやはや、ストップストップストップ、矢を返して。もう君のお肉はもういいんだけど、矢を返して。あ、いやちょ、その大回転するのやめて、大回転するのやめて、ちょ、ストップ。はい、なんで、何、俺掴んでるよね。ちょっと待って、危な、何の、待って、まだ動く気、君、ちょっと大丈夫、もうさばいた方がいい。ちょっと待って、この箱を一回置いてよ。この辺で置きたい。OK で、お肉をもう焼きたい。あ、でかいやつからいく。ほい、12345と。 OK、 12345、もう一機作ってもいいな、これ。うぃー、行くよ、じゃんじゃん行くよ。はい、はい、じゃんじゃん行くよ。
もう無人島の生活じゃないよね。安定感はないでしょ。この食生活とかさ、食料とかさ、それ焼いといてもらって、水を多分今溜まってるから、ついでおきたいね。そのアンカー止めとこう。アンカー止めといて。OK？ で、タイヤ持っといて。あ、違う。水筒。忙しい。これあれだな、そのうちちょっとルーティン動画出す、無人島でのルーティンみたいな。あ、持てない、はいはい、持てない。ちょ、やることいっぱいだから。あー、もういる、普通にいる。はい。はい、お肉ゲット。よし。まだ焼いてるよね。はい、見てもらったら分かるんですけども、ちょっとね、やっぱね、土台は先に敷いとこうと思ったわけですよ。はい。